松本さん、秋山さん、立花さん、秋山さん。というわけで、3年2組の学園祭の出し物、ロミオとジュリエットのロミオ役は秋山美代さんに決定しました。よかったな、美代。秋山さん、気絶してるな。息あり。やっぱり主役を投票で決めるのは良くないんじゃ。でも立候補もいなかったし、推薦もなかったでしょ。リツを推薦します。元気だし、勇ましいし、いつもプロレスごっこやってるし。ロミオとどこに接点があるんだよ。ファンクラブもある人気抜群のミオさんが何をおっしゃる。まさに敵役でしょ。そして私がその様子をステージ最前列でビデオ撮影。人ごとだと思って。大中さん、あ、ジュリエット役よろしくね。いきあり。自分に火の粉が降りかかると途端に態度が変わるな。ジュリエットは他に適任がいっぱいいるだろ。例えば麦とか。私は今回脚本だから。じゃあミカはお姫様やりたいって言ってたじゃん。うん、でもロミオがミオちゃんだもん。なんと。そうだよ、ミオちゃんがロミオだったらジュリエットはリッちゃんしかいないじゃん。そうだね。え、コンビでしょ、守ってあげなよ。ボケがいなかったらツッコミが困るでしょ。私らは漫才師か。じゃあ特に異論もないということで、次に他の役割を決めていきたいと思います。全く聞いてない。